それからネックラインをブレイクしたら、この1の値幅に対する、まで到達した段階でエントリーとします。 ということで、ここの安値ネックラインよりも上の領域には結果的に押し目買いに失敗した買い手がいます。はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマはダブルトップとダブルボトムの完全攻略。ダブルトップとダブルボトムを使いこなすための実践的な方法とトレード手法について解説します。チャートパターンとして有名なダブルトップ、ダブルボトムですが、実際にトレードで使うとなるとうまくいかないなど悩んでいる方も多いと思います。で、例えばダブルトップが出たので売りを狙ったら担ぎ上げられたであったり、ダブルボトムが出現したので 買いいいを狙っっったたら下がっていったという具合ですで実はこうしたチャートパターンというのは意外とあらゆるところで出現しますので使いどころを見極められないと損をすることにもつながりますやはり勝ちやすいポイント負けやすいポイントというのは存在します今回はダブルトップダブルボトムを徹底的に使いこなせるようになるための実践的な方法について解説していきますのでしっかりと使う場面を見極められるようになりたいという方はぜひ最後までご覧くださいまずはおさらいなんですがダブルトップとダブルボトムというのはトレンド転換を示唆するチャート パターンだとということですチャートパターンにはトレンド転換を示唆するものとトレンドの継続を示唆するものの2種類が存在します。トレンド転換のチャートパターンとして有名なのは3ン,ンであったり逆3ン,ンといったものが有名かと思います。それからトレンド継続の方に関して言うとこうしたフラッグと呼ばれるものですね。はい。あとは一番右に示しているように三角持ち合いやペナントといったものがトレンド継続のチャートパターンに該当します。で、今回扱うダブルトップとダブルボトムはトレンド転換を示唆するチャートパターンの一種だということですね。 次にですね、押さえるべきダブルトップとダブルボトムの形についても見ていきたいと思います。これはダブルトップで3種類、ダブルボトムで3種類の合計6種類存在します。ダブルトップの方から見ていきたいんですが、この左側の高値同値型と呼ばれるものですね。高値がこのように揃った形のことを高値同値型というふうに言います。この赤の点線で示しているところがネックラインです。それから真ん中が高値切り下げ型ですね。この右側の山が左側の山より下がっている形のことを言います。それから一番右側の高値切り上げ型ですね。これは右側の 山山ののの部分が左側の山よりも高くなっていいる形のことを言います。それからダブルボトムなんですが同様にこのように安値が揃っている形のことを安値同値型そして真ん中の部分ですねこのダブルボトムの右側の谷が左側の谷よりも高くなっているものを安値切り上げ型というように呼びますそれから一番右側なんですがこの右側の谷の部分が左側の谷よりも下がっているものを高値切り下げ型というふうに呼びますよくですねあのチャートパターン一覧表みたいな資料こういった資料ですけどもチャートパターン チャートパターン一覧表みたいな資料に載ってるのは圧倒的にこの高値同値型、安値同値型のものが多いです。なんですけどもね、実際にチャートの中で一番出現しやすいのはこの真ん中の高値切り下げ型と安値切り上げ型です。ですので、チャートパターン一覧表にあるようなこういった高値が揃ったもの、安値が揃ったものだけをダブルトップ、ダブルボトムというふうに認識していると、実際には上げ止まりのサイン、下げ止まりのサインっていうのが出てるにも関わらず、こうしたダブルトップやダブルボトムを見逃すということにもなりますので、 この6つの形に関してはですね、必ず覚えておくようにしてください。それからですね、この一番右側の高値切り上げ型と高値切り下げ型なんですが、これらの2つに関しては以前投稿したこちらの動画で詳しく解説をしてますので、今回のダブルトップとダブルボトムの動画の中では、この左側の4つの部分を取り上げて説明していきたいと思います。 それからこれら6つの形が実際にチャートの中でどのように現れているのかという例を見ていきたいんですが、まずダブルトップから見ていきたいんですが、まず左上の高値同値型から見ていくと、このような形です。一番教科書的なのがこの形です。高値の切り下げ型。高値切り下げ型に関しては、 こういう形があるということを知ってないと認識できないということになります。続いて高値の切り上げ型ですね。高値の切り上げ型の場合は、今ここの赤の丸で示した部分っていうのが押し安値に該当しますので、ダブルトップのネックラインを割ったという動きは、押し安値をブレイクしたという動きに相当します。で、この動きに関しては先ほど紹介したように関連動画の方を参照してみてください。続いてダブルボトムの方ですが、まず安値同値型というのはこういう形です。最もスタンダードな形ということができます。 続いて安値の切り上げ方ですね。こちらに関しても先ほどの高値切り下げ型のダブルトップと同様にこういう形があるということを知っていないとこうした下げ止まりのサインが出ているということを見逃してしまうことにもなってしまいますそれから最後安値の切り下げ方ですねで。この形に関しては今赤の丸で示したところというのが戻り高値になっていますのでダブルボトムのネックラインをブレイクする動きというのは戻り高値のブレイクの動きに相当するということになります それではここからはダブルトップと投資家心理という点について解説をしていきたいと思います。ダブルトップはなぜ形成されるのかという点と、形成された時に裏側にある投資家心理ということですね。 ダブルトップというのは冒頭でもお伝えした通りトレンド転換時に発生するチャートパターンです。ということは当たり前ですがダブルトップが発生する前というのは上昇トレンドが発生していることになります。ダブルボトムであれば下降トレンドが手前に発生しているということですね。はい、例えばこのように高値安値切り上げる上昇トレンドが発生しているので下がったところというのはですね、押し目買いが入りやすい環境にあります。 例えば、ここの高値を更新して、少し下がったところからおしめ買いが入り始めて反発したというふうに仮定しましょう。ただ、その後買いの勢いが続かずに、この直近の高値を超えることができずに、今度はこの起点の安値を割ってくると、ここで買った人というのは含み損になることになります。ちなみに、この安値のことをネックラインというふうに呼びます。 さて、含み損を抱えている人が何を考えているかというと、当然手仕まいを検討するわけなんですが、どこで手仕まいするか。ネックラインを割ってすぐに手仕まいする人もいますし、損切り位置に余裕を持たせておいている人なんかは、価格が少しでもネックラインの付近に戻ってきたところで手仕まいする人もいます。含み損はできるだけ小さくなったところで切りたいというのが人間心理でしょう。ということで、ここの安値ネックラインよりも上の領域には、結果的に押し目買いに失敗した買い手がいます。 なので、さらには、この手前の上昇トレンドの部分ですね。この上昇トレンドの初期もしくは中期から参加している勢力が、もう高値更新に失敗したから、上昇トレンドが終了したというふうに判断して、少しずつポジションの決済をし始めるタイミングでもあります。だから、下がりやすくなるということです。よくですね、チャートパターン一覧表みたいなものを見ると、 ルトップができた時というのは、このように価格がネックラインまで近づいてきたところでエントリーというような絵を見たことがある方も多いと思いますがそれは今お伝えしたようなことが背景にあるからそうなっているということになります。 じゃあ、このネックラインを割ってくると、そのまま下がって今度は下降トレンドになるんですかっていうと、そうとは限りません。相場っていうのは常に買い手と売り手の綱引きなので、強い方向に動いていきます。はい、例えばこのネックラインを割って下がってきた、例えばこのあたりですね。このあたりが上位足の押し目水準だったりすると、このあたりから一気に上位足の買い手が参入してきたりして、今度は反発に転じるということにつながったりします。 今この青の点線で上位足の動きを表現していますが例えばこの赤の動きというのが下位足の動きだったとして下位足ではこのようにダブルトップを形成して 一旦買い足レベルの上昇トレンドは終了したことになりますが一方で上位足の視点から見てみればまだ上位足は上昇トレンドが崩れていないのでこのように下がってきたところというのは絶好の買い場水準であるということになりますですのでダブルトップが出たから売りを狙うという考えはいいんですがこうした上位足の状況というのは把握していないと下がったところから反発の動きに巻き込まれるということにもなりやすいですので注意が必要ですダブルボトムに関しても同じ考え方ですので今回の例を参考にしてみてください それではここからはダブルトップとダブルボトムを実践的に使うためのポイントについて解説をしていきたいと思います。 今回は4つのポイントを紹介します。まず一つ目が上昇トレンドの山でのダブルトップより谷でのダブルボトムというもの。2つ目が上位足のレジサポや節目を根拠とするというもの。そして3つ目が高根県、安根県に注目するというもの。はい。最後4つ目がフラクタル構造に着目するというものです。これら一つ一つを詳しく見ていきたいと思います。まず一つ目が上昇トレンドの山でのダブルトップよりも谷でのダブルボトムに注目するというものです。えどういうことかというと、今スライドに2つ目を表示しています。で、黒のライン が上位足赤のラインが下位足というふうに見てくださいまず左側なんですがこのように上昇トレンドが発生している中でその山の頂点の部分でこうしたダブルトップが発生した場合で右側に関してなんですけども同じようにこのような上昇トレンドが発生していてその押し目の部分で発生したダブルボトムというものになりますで上昇トレンドにおける押し目の形成というのは下位足で見ると下降トレンドになっていることが多いですつまりその下降トレンドの終盤でダブルボトムが発生したということで貝足 の一時的な下降トレンドが終了して上昇トレンドに転換していくつまりもともと続いているこの上昇トレンドの流れに回帰していくという可能性が高くなるということになります そしてダブルトップとダブルボトムを根拠にトレードするという観点で考えた場合、どちらがより多くの値幅を狙えそうかということになると、この右側の上昇トレンドの押し目でのダブルボトムということになります。左のような上昇トレンドの山でのダブルトップの場合、確かにネックラインを割ったことで、一時的に下げに転じてくる可能性はありますが、もともと上位足で上昇トレンドが続いているわけですから、下がってきたところというのはその上昇の流れに沿って押し目買いが入りやすい環境ということになります。要は ダブルトップもダブルボトムもトレンドフォローにおける押し目買い、戻り売りの根拠として使うというのが一つ目のポイントになります。それでは今お伝えした点をチャートを使って見ていきたいと思います。 はい。今、ドル円の冷やしを表示しています。2023年11月の半ば付近のデータです。はい。当時、冷やしでこのような上昇トレンドが続いていたんですが、ここのスイングローをブレイクする動きが出たことで、一旦この上昇トレンドが終了となりました。はい。で、このスイングローっていうのはダウリ論的に見ると押し安値になりますので、ここがブレイクされたことで、冷やしは下目線に転換した状態だったという場面です。 ここの赤の四角の部分を4時間足で見ていきたいと思います。4時間足に切り替えました。4時間足ではすでにこういうような加工トレンドに転じているということがわかると思います。そしてここの部分ですね、ダブルトップができています。この青の水平線がネックラインです。そしてここの部分を見ると、ここではダブルボトムができていることがわかります。こちらのダブルトップに関しては、ネックラインを割って下げが継続したのに対して、ここのダブルボトムに関しては、ネックラインをブレイクはできたんですけども、その後安値を割られる展開となっています。 先ほどのスライドで説明したのは上昇トレンドの例でしたが、下降トレンドの場合も考え方は同じです。4時間足は下降トレンドに転換していて、日足に関しても先ほど見たように下目線に転換しています。ですので、下降トレンドの流れに沿って、下降トレンドの谷でのダブルボトムよりも山でのダブルトップの方が値幅が出やすいということの例として見ることができると思います。 はい。次に二つ目のポイントなんですが、これは上位足のレジサポや節目を根拠とするというものです。先ほどと同じように上位足を黒、下位足を赤で表現しています。まず左側の例は上位足のレジスタンス付近での下位足のダブルトップです。このように上位足のレジスタンスラインが控えている状況の中で、下位足でダブルトップを形成したということで、このダブルトップの精度が高いものとして判断するというものです。この時に上位足がこのような下降トレンドであれば、 なおさらここのダブルトップの根拠としての精度が増すということになります。それから右側の例は上位足の戻り売り水準での買い足のダブルトップです。このように上昇トレンドが続いていたんですが、ここの押し安値をブレイクした動きが出たことで、一旦この上昇トレンドは終了となりました。上位足が下目線に転換したことで、 戻しを形成したところというのは売りが入りやすい環境に変化したということになるのでそういった環境の中でこのように買い足でダブルトップを形成してきたという時にこのダブルトップの精度が高いものとして判断するという方法ですそれではこの点についてもチャートを使って例を見ていきたいと思いますが今先ほどと同じドル円の2023年11月の日足を表示していますここに青のラインで示したようなダブルトップが形成されていますドル円監視されている方はご存知だと思うんですけども、えー、この価格帯というのは はちょうど2022年の高値が控えていた水準ですこのようにチャートを引きで眺めてみるとはい、ここのポイントですねここは2022年につけた高値となりますちょうど日本政府の介入があって下落の起点となったポイントですで、ここが月足レベルの節目の価格になります はい。付き足で見るとこういう形ですね。はい。このように付近に上位足のレジスタンスラインやサポートラインが存在する中で発生したダブルトップやダブルボトムを精度の高いものとして判断するという方法です。はい。それから二つ目の例なんですが、先ほど一つ目のポイントで紹介したドル円の4時間足を表示しています。この赤の四角で囲った部分が冷足の押し安値ですえ。ここがブレイクされてますので、冷足が下目線に転換しています。戻しを形成したところというのは、戻り売りが入りやすい状況になってますので、そういった場所で形成 形成されたダブルトップを精度の高いものとして見るという方法です。 はい。続いて3つ目が高値圏安値圏に注目するというものです。高値圏安値圏というと少し主観的な見方になってしまうこともあるんですが、ここでは客観的に把握する方法をお伝えします。それがフィボナッチ比率を使って判断するというものです。どういうことかというと、例えばこのダブルトップができた場所というのが高値圏かどうかを判断するために、このように上昇トレンドの起点の部分にフィボナッチを引きます。はい。そしてこのダブルトップが形成されている場所が、フィボナッチ比率のどの水準にあるかで判断。 すするというもので,すで高値圏を判断するときのフィボナッチ比率の目安としては1.618それから2.618この2つを主要な比率として判断するといいと思います、えー、それからもう一つですね4.236というのもトレンドが非常に伸びた場合にはここまで伸びるということもよくありますので4.236を加えるとこの3つですねを目安として意識しておくといいと思います下落トレンドの場合も同じですねこのダブルボトムが形成されている位置というのがこの下降トレンドにおける底値圏安値圏に該当すると するるのかかどうかを調べる方法としてこのように下落トレンドの起点の部分ですね最初の部分にフィボナッチを当ててダブルボトムが形成されているポイントが先ほどお伝えしたフィボナッチの1.618や2.618といった水準に位置しているかどうかで安値圏かどうかを判断するというものです。 はい、それではこの点についてもチャートを使って見ていきたいと思います。えー、先ほどと同じドル円の4時間足を表示しています。今回はここにダブルトップができていました。でここの位置というのは今4時間足が下の流れになっている中でこの戻しの過程で形成されたダブルトップということになりますのでこのダブルトップが形成された位置というのがこの戻しの動きの観点から高値圏にあるのかどうかという点を1時間足を使って見ていきたいと思います。 はい。一時間足の方に切り替えました。先ほど四時間足で見たダブルトップがこの赤のボックスで示した部分になります。そして四時間足で見た戻しの部分というのは、一時間足で見るとこのような上昇トレンドになっていることがわかると思います。はい。では、この戻しの過程でできたダブルトップというのが高値圏なのかどうなのかということを判断するために、 ここにフィボナッチを引いてみますと、はい、こういう感じですね。この1時間足の上昇トレンドの起点というのは、ここの動きになりますので、ここの部分に対してフィボナッチを引いて、ちょうど1.618の水準ですね。このようなダブルトップができていますので、4時間足はすでに下降トレンドであるということ。でそして、冷足も下目線に転換しているということから、このフィボナッチの1.618の水準にできたダブルトップということで、 ここが戻しの終点になる可能性があるというふうに判断するという考え方です。 ダダブブルルトトップもダブルボトムも誰もボム誰が知っていますだからこそこういった高値圏や安値圏でこうしたトレンド転換を示唆する形が出ることでトレンド初期からの参加者の心理的にも利益確定を考え始めるといった条件も重なってきやすくなりますのでトレンド転換の可能性が出てきやすくなるというわけです動画の冒頭でチャートパターンはあらゆるところに出現すると言いましたけれどもダブルトップもダブルボトムも形成される場所が重要だということです はい。それでは最後4つ目のポイントをお伝えしていきたいと思いますが、4つ目のポイントはフラクタル構造に着目するというものです。でフラクタル構造というのは、全体の形と部分の形が同じような形状をしている構造のことを言います。 ダブルトップやダブルボトムとどういう関係があるんですかって思う方もいるかもしれませんが例えばダブルトップができるときというのはこのように左肩の山の部分と右肩の山の部分にそれぞれ一回り小さいダブルトップができるということがよくあります例えば上位足でこのような大きなダブルトップが形成されるときにそのそれぞれの山の部分に下位足でもダブルトップが形成されるという構造ですではこのフラクタル構造をどのように使うのかという点なんですがフラクタル構造が確認できるダブルトップ やダブルボトムが形成されたときは上位足クラスのトレンド転換につながる可能性が高いというふうに捉えるというものです例えば皆さんがダブルトップを確認したとしますでその時にチャートの左側を見るんですねでその時に左側にもダブルトップが発生していたらこれから上位足レベルのトレンド転換が発生する可能性があるというふうに判断するというものです で、皆さんが例えばチャートのここの段階にいたとして、ダブルトップが形成されるのを確認したとします。はい。で、その時に左側を見て、まだここに何もなかったら、このダブルトップはまだ上位足のトレンド転換をするほどのものではないという視点を持つという使い方です。 で、もちろん必ずこうなるというわけではありませんので、あくまで判断軸の一つとして活用するというふうに理解してください。それではこの点についてもチャートを使って見ていきたいと思います。表示しているチャートはゴードデンの冷やしです。2023年の5月付近のデータを表示しています。このチャートを使って、まずはダブルボトムのフラクタル構造を見ていきたいと思います。 まずはチャートのこの部分にこのような大きなダブルボトムを見ることができます。はい。そしてそれぞれの谷の部分に注目をしていくと、左の谷の部分にはこの赤のダブルボトム、それから右の谷の部分にもこのようなダブルボトムができていることがわかると思います。で今チャートの状況を見てみますと、この真ん中付近からですね、このような形の下降トレンドが進展している途中です。 はい。そしてその下落の過程で、今この青のラインで示したようなダブルボトムが形成される動きっていうのを確認することができるんですが、仮に皆さんがこの場面にいたとして、この赤の小さいダブルボトムを確認したとします。で、その時にチャートの左側を見て、チャートの左側にもですね、このような赤のダブルボトムが形成されているというのを確認した時に、はい、ダブルボトムのフラクタル構造が完成しつつあるので、このダブルボトムのネックラインを割ってくると、この下降トレンドが終了して上昇トレンド にに転換してくるるでではないいいかととうふうに判断すすものですねで今この大きい青のダブルボトムのネックラインというのはここにありますのでえここがネックラインということですね。でこの後の動きを見ていくとはいまずこの青のダブルボトムのネックラインをブレイクしました。 ここのよううな上昇トレンドに転換していいったということがわかりますですのでフラクタル構造を持つダブルトップやダブルボトムが形成された時には上位足クラスのトレンド転換が発生する可能性を疑ってみるというふうに活用することができるわけです。でもちろんですねこのフラクタル構造に加えてすぐ近くに上位足のレジスタンスやサポートラインがある節目のラインが控えているというようにここまで説明してきた他の要素が重なっていればいるほど精度が高くなるというふうに考えることができますので今回紹介した4つのポイントです。 是非参考にしてみてくださいそれではここまでの内容をもとにして最後にダブルトップとダブルボトムのトレード方法を解説していきたいと思います今回は最もベーシックなものを紹介しますベーシックですが動画の中で紹介したポイントを合わせて使うことで強力な武器になりえますまずはですねトレードの方法をこちらのモデル図のダブルトップを例にして見ていきます最初のステップとして このようにダブルトップが形成されていることを確認したら、ネックラインをブレークするのを待ちます。このネックラインをブレークする動きのことをブレークの一発目というふうに呼んだりしますので、ここに1というふうに書いておきたいと思います。それからネックラインをブレークしたら、そこから戻しの動きが出るのを待ちます。この戻しの動きを2というふうに呼びたいと思います。そしてこの2の戻しの動きが発生して、1の動きのリトレース、リトレースというのは押し戻りという意味ですが、この1の値幅に対する38.2%から61.8%。 8%の水準にまで到達しした段階でエントリーとしますでネックラインをブレイクするとですねそのまま下がっていくんじゃないかというふうに考えてこのように下がったところから売りのポジションを持ちたくなるという方もいるかと思うんですけどもトレードの基本というのはですねこういうラインをブレイクしたらそこからの押しや戻りを待ってからエントリーするというのが基本になりますので今回の場合もこの2の戻しの動きが出るのを待つということになりますこの戻しの動きが出るのを待たずにポジションを持つと結果的に安値掴みや高値掴みになると いうこともよくありますので、この点は注意が必要です。 はい。そしてこの戻しが終了してから、再びこの安値を抜いていく、ここの3番目の動きですね。ここの部分を狙うトレード方法となります。はい。それからエントリーの方法なんですけども、このリトレースの目安となるゾーンにアラートを仕掛けておいて、アラートが鳴ったらですね、成り行きで入ってもいいですし、このリトレースの何のところまで戻ったら入るというふうに事前に決めておいて、そこに差し値をセットしておくでもいいと思います。損切り位置はここのダブルトップの山の上になります。ここの高値をもう一回抜いてくるような形になると、このように、 上昇トレンドに再び転換していく可能性があるためです損切りの基準についてわからない不安があるという方は過去に損切りだけをテーマにした動画を作成していますのでそちらの動画をぜひ確認してみてくださいそれから利益確定の目安とするラインなんですけどもここに関してはいくつかの考え方があります例えばこのネックラインをブレイクした1の動きに対する E 値 N 値を目安とするというものそれからフィボナッチの1.618から2.618を目安とするもの もしくは上位足のサポートラインやレジスタンスラインを目安とするという考え方です。 この動画の投資家心理のセクションや一つ前のセクションでもお伝えした通り上位足の状況を含めて判断することが重要だというお話をしてきましたがそういった上位足の環境認識を踏まえてどのあたりまで狙うかというところを検討する必要がありますそしてもちろん大事なのがリスクリワードという観点ですねエントリーから損切り位置までの値幅とエントリーから利益確定のポイントまでの値幅の比率のことをリスクリワードというふうに呼びますがそのリスクリワードも加味してどこまで狙うかの目標を定めるということになります この点に関しては、後ほどのチャート解説の方で、さらに詳しく解説をしていきます。それではここまでの内容、を実際のチャートを使って見ていきたいと思います。表示しているチャートは、ユーロドルの冷やし、2023年6月付近のデータを表示しています。チャート解説の方では、ダブルボトムを例として見ていきたいと思います。はい。まず、冷やしの環境認識ですが、このような上昇トレンドが継続している状況です。そして、こちらの直近の高値をブレイクして、そこから押し目と考えられる動きを形成してきたところにあります。 4時間足の方に切り替えました。4時間足では下降トレンドが推進中です。で、チャートの右端の部分ですね、こういうところもダブルボトムを形成しかけているというふうに見ることもできるんですが、この段階ではまだ4時間足の下降トレンドというのは全く終了してない状態です。やはりダブルトップとダブルボトムを見極めるためには、しっかりとネックラインをブレイクするのを待つのがポイントです。今の場合だと、ここがネックラインということになります。では続きを見ていきましょう。今回はこのように安値を更新してきましたので、ここの部分はダブルボトムに にはならなかったということになりますさらに続きを見ていきましょう はい。今このようにダブルボトムが形成され、そのネックラインをブレイクする動きが見られました。では、このダブルボトムができた位置について見ていきたいと思います。先ほどのポイントの3つ目ですね。ダブルトップもダブルボトムも形成される場所が重要という話をしましたので、このダブルボトムが安値圏でできたものなのかどうかっていうものを見ていきたいと思います。はい。今、四時間足加工トレンドになってますので、この加工トレンドの起点のここの部分ですね、にフィボナッチを当てると、ちょうどこのダブルボトムの位置というのが、 このフィボナッチの2.618の水準にあることが分かりますのでこのダブルボトムに関しては安値圏のダブルボトムというふうに判断しても良さそうです。冷やしは先ほど見たように上昇トレンドが継続中ですで。今回の動画で紹介した4つのポイントの1つ目を思い出してほしいんですけどもここで形成されているダブルボトムというのは上昇トレンドの押し目で形成されたダブルボトムというふうに見ることができると思います。 そして次に4時間足の観点だと、4時間足は下降トレンドが継続中ですが、その下降トレンドの安値圏と考えられる場所でダブルボトムが形成され、さらにネックラインを割ってきたということで、今回紹介した4つの要素のうち、2つの要素が重なるダブルボトムというふうに見ることができますので、今回はここからエントリーをしていくというふうに仮定したいと思います。今ネックラインをブレークして、戻しの動きを形成し始めてますので、一旦リトレースを確認していきたいと思います。このようにネックラインのブレイクの起点から、 ブレークの先ままでで、フィボナッチを引きますで。今回は例えばこのリトレース幅の38.2%ですねこの0.618と書かれている水準まで押してきたらエントリーというふうにしたいと思いますえ僕はですねフィボナッチの引き方がちょっと逆なのでこの0.382と0.618の数字がですね入れ子になってるんですけどもそこはあんまり気にしないでくださいはいで今この0.618の水準まで到達しましたのでここでエントリーしたというふうに仮定したいと思いますで損位置はこのダブルボトムの安値の下ですね で次にどこまで狙うかというところなんですけども、一旦冷やしの方を振り返ってみたいと思います。冷やしはこういうような上昇トレンドが継続中でしたので、この流れに沿って冷やしの直近の高値であるここまで狙うというふうに考えてもいいですし、この4字干支の手前の下降トレンドの部分も下落幅がそれなりにありますので、ある程度反発してくるとまた戻り売りが入ってくるかもしれないというふうに考えて、手堅くリスクリアード2ぐらいを狙うというふうに考えてもいいと思います。 で、今回はこのネックラインをブレイクした動きに対するイーチまでを目安というふうにしたいと思います。はい、イーチというのはちょうどこのネックラインをブレイクした動きの1倍スライドさせた点になりますので、はい、今ちょうどこの2と書かれたところになります。ですので仮にこの辺りまで狙うというふうに仮定すると、今ちょうどリスクリアードが2近くになりましたので、このリスクリアードで OK だということであれば、ここでエントリーするというふうに決めるということになります。で、もしもう少しリスクリアードが欲しいという場合はですね、この狙う値幅を少し伸ばして ととといいいいいうふうにに考考ええてももでですすししあるるるはエントリーの位置を少し引きき下げこま例えばこのリトレース幅のちょうど50%の位置まで押した時に入るというふうに仮定するとえちょうどリスクリアードが2.5ぐらいになりますので最低リスクリアード2.5は確保したいという場合はこの50%の水準まで押してくるのを待ってからエントリーするというふうに決めればいいということになります。 このようにですね、ポジションを持つときというのは、得られる値幅の期待値と損失との比率を考えてですね、組み立てていく必要があるということが重要です。はい、それではこの後の動きを見ていきたいと思います。 その後の様子はこのような形です。え一旦このフィボナッチの2.618の水準ですね。先ほど高値圏の一つの目安として紹介した水準ですが、この水準のところで少し重たさを見せる様子になったんですが、そこから再び持ち直して、結局冷やしの前回の高値まで到達することになりました。先ほど見た冷やしの流れに沿って、ここまでホールドすることができていれば、リスクリワード4から5近くのトレードになり得たポイントだったということがわかると思います。 今回のトレード方法ですね、非常にシンプルですが、動画の中で紹介した4つのポイントを考慮することで、力強いものになり得るということが分かっていただけるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今回はダブルトップ、ダブルボトムの完全攻略ということで、ダブルトップ、ダブルボトムを実践的に使うためのポイント4つとトレード手法についてお伝えしてきました。ぜひ動画の内容を参考にして、皆さんでも検証や練習をしてみてください。 またその他のチャートパターンについて解説した動画についても合わせて視聴していただくとより理解が深まると思います。最後になりますが今回の動画参考になったという方はぜひ高評価をいただけると次回以降の動画作成の参考になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。